久保さん今回はあの三国志志にしましょうか。志すと、印、志、うん、これはあの、心がある目的に向かって動くらしいですよ。心がある目的に動く。まあそれは心と入ってますからね。心がある目的に向かって動く。も目的を立てる、心す。目的目当て、心出し立てる。立てた信念。

自分が決めたことをしっかり守って実行する。自分が決めたことをしっかり守って実行する。これだけでほぼ成功できますよ。まああなたの成功がどれぐらいの成功かちょっとわかんないですけどね。なんかあの、アップルを超えるんだとかね。マイクロソフトを超えるんだ。まあそれはちょっと超えられないかもしれないですけど、僕の成功の定義は月収100万なんで、月収100万はいけます。 自分が決めたことをやりきって、自分が決めたことをやりきれば、月収100万いきます。なぜならば、ビジネスの公式は、掛け算にな、まあ、足し算掛け算でしかないからです。うん、まあ、いつも言ってるんですけど、月収100万、20万円の商品を5名に売れば、もう到達です。月収100万、20万円の商品を5人です。50万円の商品だったら2人です。 これは可能なので。まあ、久保さんもこれをやってきて億稼ぎましたからね。うん。一番最初、速化塾のセミナーが2万円で、その後、コンテンツみたいなのやって、それは19万8千ですかまあ、約20万ですよね。5人打ったらもう100万ですよね。うん。だこれはね、あのー、いきますよ。だって、ネットから集客5名。 不,不可能な数ですかどうすかインターネットっていうすごいインフラを使ってね、1ヶ月にそれぐらい集客することは不可能ですかまあもちろんその100%のコンバージョンは難しいですよ。100%の制約率は難しいので、まあもうちょっと集客しないといけないと思いますけど、まあそうは言っても、何 ?5 人に売るのに1万人必要ですか ?5 人に売るのに1万人必要だったらそれはちょっと。 あの何やってんだって話ですね。学,学んでくださいって話で。<laughs> ワンツーワンとかね。しっかり濃い関係性を構築すればそりゃそんな1万人もいらないんで5人に売るのに。<laughs> うん、だからまあその決めたことをやる、うん。だからその心に嘘ついてるんですよねみんなね。心で決めたんだけどやらないですよね、うん。億万長者合宿に参加して億万長者になるぞって心で。 心でもしかしたら決めてないけどなのかもしれないですよね。もしかすると。もしかすると心で決めてなかったのかもしれないですね。ねそわかんないです。その人しか。でも、あそこの湯河原までわざわざ来るっていうことは、まあ、ある程度心では思ってたと思いますけどね。ね、高い金払って湯河原まで来て一泊合宿、一泊泊まって一緒にやってっていう、まあ普通のなんかコンテンツを買うとはちょっと違いますからね。 わざわざ来ないといけないですから、あそこのとこまで。うーん。どうしちゃったんだろうな。まあ、僕が知る限り、億万長者合宿に参加して、なんだ、今も行動してますっていうのは、まあ、報告もらってないんで分かんないですけどい、いないですね、誰一人。久保さんのとこ行ってるか分かんないですけど、僕には来てないですね。億万長者合宿3、4年前に参加してから、あの、もう月収100万突破しました、みたいな。 報告がないので分かんないです。どうなってるか。か報告がないので、まあやってないんじゃないかなと。逆に言うと報告がないぐらい稼いでるのか分かんないですけどね。実は。そうわ分かんないですけど。多分でも、うん、見解ですよ。まあ、やってないんじゃないかなとは思いますけどね。うん。大した。多分、億万長者合宿に参加した,ひょした人より、 講師陣の僕と久保さんの方がいっぱいやってんじゃないかなと思いますね。うん、いってらっしゃい